ないから、うん、よくわかんないと思う。抹茶と違うみたい。僕のはこれですね。いつものね。キャラメルフラペチーノ。いつもっていうかスタバに来たら毎回同じものを頼む。そうそう。はい、今イオンから出て、今からですね薩摩仙台市に向かいたいと思います。っていうのも明日ですねちょっと子供の用事で薩摩仙台市の方に行かないといけなくて。ちょっと前乗りして今日は車中泊をしようかと思っています。家を出てくる時は雨だったんですけど、すごい雨が降ってて結構準備も大変だったんですけど、今天気が良くなりまし、うん、上がりましたね。で台風前でちょっと心配だったんですけど、あまり鹿児島の方は、まあ、影響はあるんだろうけどね、離れてるから。今からじゃあ薩摩仙台市の方に向かいたいと思います。すごい空が綺麗。あ、綺麗。あ、そうなんだ。あ、本当だ。道の駅って書いてある。あ、ここね。今日の宿泊場所。電気屋さんはここから22分先でしょ。じゃあ一旦帰ってこなきゃだね。うん。なんか寂しいな。少ないね。人通りがあんまりなくない。はい、山田電機。山田電機で購入したのはこちらです。もう車用に、そうそうそう、買いました。3メートルの延長コードと USB-C のケーブルね。うん、え、すごい、すごいとこ行かせんね。お、後ろ切りだった。怖っ。あ、こっちからなんだね。正面はエコープに着きました。この7時42分だ。もともとでもいいよね。違いが分かんない。はい。
今この近辺の温泉施設を探したんですけど、ここから850m 先の仙台温泉センター、ここが23時まで営業してるっていうことなので、コロナ禍でしてるよね、大丈夫だよね、営業中とはなってるので一旦ここに行ってみたいと思います。はい、あ、すごい書いてある、仙台行き、多分ここ、え、駐車場だと思う。あ、駐車料金もかかるの？一般利用もかって書いてあるよ。ここ止めれんのかな？いや、ここ止めれないかも。もうちょっとしたら左、ここ左。続いて目的地は左側です。あ、ここ。あ、休館日。休館日。嘘でしょ。うん、そこだそこだ。あ、書いてあるね。あ、開いてるね。これは確実に開いてるでしょ。開いてた。いや、だって、まあ、なんか掲示板があるからさ。到着。湯の里熊野城温泉入ってきます。ただいまの時刻何で9時2分。9時2分。一応23時、22時30分だ、うん、から早く速攻入んないと。入ろう、あと1時間半しかない。どうだった？ただいま。めっちゃ気持ちよかった。よかった。早かったでしょ？うん、早かったね。でしょ？うん。てかさ、うん、俺、持って行ったシャンプーとリンスさ、うん、リンスとリンスだった。嘘だ。あれ、泡立たねえって思って、2回して、うん、で、見たら、うん、どっちもコンディショナーで、サラッサラになって帰ってきた。よかったね。嘘だ。マジで。ごめん、ほんと。うん。あら。いいお湯だったね。いいお湯でした。車中泊の水路じゃん。あ、本当だ。どうするっけ、ちょっとこっち行ってみる。うん、トイレここにあるね。うん、いいかね。いいね。乗れに行く。うん。こっちらにえぐいぐらい傷入ってんじゃん。マジ。ほら、わあ、本当だ。パッと見じゃ分かんないけど、ガリ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 って言ったもんね。うわ、めっちゃ入ってんじゃん。ね、あのタッチアップを買ってもう下ペラペラペラって塗らないといけないね。まあ、次から気をつけないとだね。いや、まあ、あんなの立ったんだけですると思ってもいなかった。いちご、うん、うん、はい、20分ね。はい。お、今も 99.9% だよ、2台とも。え、そうなんだ。うん、超満タン。走行充電でだね、うん、ほとんど走行充電だね。で、それでは、車内の方に熱気がこもり始めたので、うん、このスポットクーラーを使ってですね、あの、ポータブルスポットエアコンですね、うん、イーノーさんの、を使って、中の方を涼しくしようと思います。はい。はい、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、あの、本体のですね、説明をざっくりしようと思います。はい、型番が QN750 ですね。うん、で、消費電力がですね、210W、うん、で、冷却方式がコンプレッサー式、うん、で、パナソニックのコンプレッサーを採用しているらしくて、うん、あの、信頼性が高いみたいですね。はい、で、冷房能力が 0.85kW、うん、設定温度が16度から30度、で、動作温度が10度から55度、
で保管温度がマイナス40度から70度で環境湿度がおそらく 75% 以下で使ってくださいという感じかな。で本体がですね約 13.3kg、 そんな重たくない、うんうんうん、まあ全然女性の方でも持てます、はい、で付属品がですねこの熱風ダクトエンド1個、うん、冷風ダクトエンド、うん、M4 のネジが2つですね、はい、このダクトが2個、うん、これとこれが AC アダプターの、まあ、あのコンセント、うん、でこれが、まあ、アダプターですね、はい、でこちらが DC ケーブル、うん、バッテリー直差しのやつですね、はい、じゃあちょっと本体を組み立てていこうかな。はい、はい、炊き上がりました。これで、あ、今入った、ほら、あ、本当だ、入ったね、入った入った。よっしゃ、OK、 とりあえず OK、 はい、テーブル用のが、うん、あったね、うん、よいしょ、これでいいかな、いいじゃん、うん、まっすぐだよ、押すと、あ、うん、今電源が入った、うん、お、もっともっと、なんだなんだ、バリバリバリ、うわ、すごい強いんだね、熱いね、じゃあそれではこのようなものを今朝作りました、はい、ビーコさんと1時間ぐらいで作り終わった ね即席窓カバーですね、はい、結構簡単に作った割には出来がいいんですよね、うん、そう、見栄えはねあんまり良くないかもしれないんだけど、うん、ゆっくり上げます。で今入りました、はい、うん、いい感じ、うん、それでこれをですね、うん、かろうじて半時計回りだったね、うん、これでいいね、うん、そう、雨がもし降った場合ですね、うん、中に逆流しないようにこれで結びます、はい、うん、どこに向けるかっていう話なんですけど、これをこう入れるじゃん、うん、これをもう任意の方向けれるっていう、あー、はいはいはい、ちょっともう一回入れるよ、うん、あ、来た来た、あ、本当にこの前だと涼しいよ、何度にしてんの今、今16度、うん、おうおうおう、ああ、すごい風量、すごい吸い込むわ、あ、そうなんだ、うん、熱気を取ってくれてるのさ、うん、そっちで、いや違う、じゃないの、こっちは、うん、あったかいのはあっちから全部もうこれで出るわけ、熱気を取ってくれてるんでしょ、下が熱気を取るっていうのじゃない、これ、ああ、ただの吸気、ああ、冷たい空気っていうか、まあ、ここで仕切った場合に、うん、あのこっち側から冷えたのが出るじゃん、うん、冷えた空気が出るんだけど、うん、冷えた空気を吸ってより冷えた空気を出してくれて、で向こうはあの、まあったかい空気っていうか、まあ、普通の空気でもいいんだけど、うん、後ろの方は空気を吸ってあったかい空気を外に出してあげるわけ、あ、そうでも本当は、うん、こっち側のあったかい方の排気の熱は、うんうん、あの吸う方も出す方も外からの方が多分いいんですよね、うん、じゃないとこっちの中にやっちゃうとあの空気が入ってくるところがないから、うん、うまくこれを冷却できないんですよ、うん、こっち側はあの中の
コンプレッサーは、うん、あの排熱の方は室外機と一緒だから、うん、まあ、外の空気だけで完結してあげた方が効率がいいんですよね、うん。まあ、こちら今排気用なんですけど、あったかい空気が出てます。こう手かざす、あ、本当だ、ね、うん、だこれであの冷却した熱いやつを出すっていう、うんうん、で、まあ、雨傘こちらからは多少入ったとしても、うん、あの上で釣ってるから向こうまではもう入りません、うん。まあ、本当はここにカバーがあれば一番いいんだけどね、うん。炊き上がってちょっと時間かかっちゃって、ちゃっちゃ、うん、ちゃ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 噛むよね本当に噛むのよ。はい、ちょっと固めだね。あ、だね、うん、もうちょっと水多くていいんだ、ね、水多くていいんだ。お湯を沸かすよ、うん、あの春雨用のね、そう、春雨スープを飲もうと思うので、今日はもうお湯を沸かすだけですね。唐揚げも買ったし、うん、あとはもう切ってきた野菜を添えて食べるだけですでもそうしててよかったね。え、こんな結構押してるよね。こんな遅くなるとは思わなかった、うん。でもちょっと換気するね。なんでガスを使うから。ああ、そうだね。サブバッテリーから376W ですね、入力されてて、出力が240ちょっと、40ぐらいかな。だから入力の方が多いですね。だから今サブバッテリーをあの消費しながら、ポータブル電源の方に電球が入ってるっていう感じになります。早く分け。ちょっと虫が2、3匹入ってるわ。え、そう。うん。ブンブン飛んでる。これが今日の晩ご飯です。はい、やっとです。やっと夜ご飯です。ただいまの時刻11時10分、はい、じゃあいただきましょうか。はい、いただきましょう。それでは私はいつものビールをいただきたいと思います。スーパードライ今日は特に美味しいと思います、うん、美味しいかも。じゃあ、はい、それでは乾杯。乾杯。うまい。冷えてる。すっげえ面白い。じゃあいただきます。とご飯にありつけた。細かい虫が本当いる。うん。ちょい3匹どころかして。あ、涼しい。このお湯をさ、うん、沸かしてるのにこんだけ涼しいってすごいよ。うん。58アンペアアワー。0時になりました寝る準備をしていきたいと思います。あの今朝窓の外にいたカマキリがなぜか中にいますはい、マットを引き終わりました。はい、もう寝る準備万端。はい、これここの後ろに置いてた方がやりやすいね。このポータブルスポットクーラーですね、うん、今使って、まあ、1時間、ね、2時間1時間半ぐらいかもね。1時間半ぐらい経ったのかな、うんうん、あのここの吹き出し口はやっぱりすごく冷えてます、うん。何度だろうね、18度とか17度とか、うん、まあ、体感、うんうん、あと温度計を忘れたからあれなんですけど、後ろはですね若干ちょっとまあ熱気があるような感じですね、本体の後ろは、うん。でここの、あのハイエースの運転席
とこの後ろの2列目シートの間に、まあ、カーテンとかあるとより、まあ、効率よく快適な使い方ができるんじゃないかなっていう感じがします。で本体自体は若干ちょっと熱持ってますね、うん、でこの排気ダクトも若干ちょっとこう暖かいような感じで、うん、やっぱりだからここにあった方がいいんじゃないかなっていう感じはします。はい、うん、ここはもうほんとすっごい涼しい、涼しいよね、うん、すごい。だから上に取り付けるさ、あのクリップ式の扇風機とかあると思うんですけど、うん、あれとこれと併用すると多分ものすごくいいと思います、うん、風をこうあの回してあげるっていうか、うん、っていうイメージかな、はい、それではですね、はい、ただいまの時刻12時27分になりました、うん、はい、疲れました。疲れました。ちょっと疲れたね、うん、疲れたけど、うん、あの久々で楽しいっていう、うん、なんか楽しくなさそうに見えるんですけど、ちょっとちゃんと楽しんでますよなんでそれあえて言うの出発する前にちょっとまあお昼寝しちゃって3時間ぐらい ね遅れて出たもんですから。そうなんですよ、予定より3時間遅れてるんですよね、うん、でも今日この車中泊するところに他の方がいらっしゃらなかったからまだ良かったんだよね、うん、そう一組だけ、うん、車中泊してるだけなので、はい、周りに迷惑をかけることなくできたので良かったです、はいはい、ということで、うん、寝ましょう、はい、じゃあそれではまた明日、おやすみなさい。133アンペアアワーってまだ半分ぐらい全然あるんだね。半分もいってないね。 66%、 まあ、昨日途中であのブルーティーの方に変えたからね。あ、そうなんだ。うん、ブルーティーが 16% ぐらいまで減ってた。一晩でこのスポットクーラーのですね、あの水がこんだけ出ました。排水が2リットルペットボトルだよね。うん、2リットルの満タンですよね、うん、でこれでまあ溢れた場合の保険として、まあ、この容器に入れたわけなんですけど、要はさ、あのこれがさ水にこう入っちゃうと、うん、もうこっからこう水どんどん上がってくるじゃん、うん、でこんな、そうそう、2リットルも溜まるって思ってなくてさ、うん、で水がもう上がっちゃってちょっとこぼれてました、うん、1.5 リットルだったら多分ここいっぱいいっぱい水溜まってたかも。ああ、よかったね。じゃあ、うん、2リットルで ここは3分の1ぐらい水が溜まってましたね。ここは。ああ、そうなんだ。うん、だからもうちょっと大きい容器じゃないとダメだね。うん、2リットルだからまあこの倍あれば4リットルもあれば全然大丈夫じゃないかな。でこれが昨日あの、まあ、説明したんですけど、まあ、ちょっと暗かったので、うん、もう一回軽く通りたいと思います、まあ、このプラダンですね。プラダンを窓の形に切ってあのはめたような感じになるんですけど、ここね、あの防水テープを中に貼ってて、ずーっとこう来てあの
こっちの際の方に多分水が流れると思うんですよね、うん、雨の日は。でここに溜まって、ここのが入らないように一応ここでね水切りみたいな感じでちょっと伸ばしてます、うん、でもここから水が入る可能性は十分あります、うんうん、だからちょっと注意しながら使わないといけないですけど、まあ、ここにも一応パッキンがあるから大丈夫だとは思うんですけどね、うん、まあ、91パイの穴を開けて、でここがこういう風に切ってあるじゃん、ここでちょっとこう、うん、回してあげると入っていくっていうね、うん、もう入ります。これでもう水も入んないと思います、うん。せっかくなんでちょっと散歩をしようかと思って一周回ってみたいと思います前髪パッツンじゃん。かわいらしい。あんずちゃん、ももちゃん、ラッキーくん。3頭だやっぱ。橋あったっけ？あ、橋ある。もう一杯ついでいい？うん。ただいまの時刻10時10分で 16% まで減ったポータブル電源がただいま 67% まで回復しております。すごいね、うん、54.1 アンペアアワーだね、うん、結構減ってる、4分の1ぐらいまでになってるね、うん、でただいまのソーラー充電電力が 202W、うん、まあ結構充電されてます。はい、今 202W ソーラーからサブバッテリーに入ってるんですけど、うんうん、サブバッテリーからポータブル電源に 370W 入ってるんですよ、うん、だからまあ供給がちょっと追いついてない感じ、うんうん、だからサブバッテリーがちょっとずつ減っていってます、うん、まあ今から大きく移動をするんですけど、うん、まあ、大きく移動ってもう1時間は走んないっけ、うん、走んないね、走っても30分ぐらい、うん、そうかも。で走行充電が、400W から 500W ぐらいあると思いますので、うん、まあ、そこら辺で充電補えればね、はい、ちょっと邪魔になる、そうそうそう、じゃあもう、現在11時24分なので、お昼ご飯を食べにラーメンシェンメイ、シェンメイに行こうと思います。ラーメンシェンメイそれっぽくぽいぽい。ほらほら右側、全然入ったとこじゃねえじゃん。お疲れさん、多いよ。本当だ。時間にしては。うん。
We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about it. Next day, it was easier then. So much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. Said, screw my dad, I made my own rules. It was easier then. So much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all.